ついに実現しました。天竜源氏場であります。ハルク・ホーガンとの世紀の一戦のために天竜が自ら課した流行五番勝負、予想だにしなかった数々のサバイバルマッチで天竜が主演したものは何か。賢者は己を敵から多くのことを学ぶと言われています。まさにその激戦の集大成がこの東京ドームでの世紀の一戦、ハルク・ホーガンとの WWF、 まさにノンタイトルではありますがハルク・ホーガンとの一戦になったわけであります。思い起こせば天竜がホーガンと組みザ・ロード・ウォーリアーズと対戦した 3.3 でレッスルフェスト・イン・東京ドーム、あの壮絶な死闘の中で天竜を奮い立たせたものはウォーリアーズではなくハルク・ホーガンであったのかもしれません。エプロンサイド、必ず死戦と戦えばすなわち生き、必ず生きんと戦えばすなわち死ぬ、今の天竜は死をも恐れぬ気持ちを胸中に秘め戦いの場リングに向かいます。91年ドーム最終決戦 SWS WWF 頂上対決、天竜源一郎対ハルク・ホーガンの一戦、この声が聞こえているんでしょうか。菊池さん、はい、お互いが握手をして、はい、拍手が生まれているこの東京ドーム、見どころを触れてください。もうとにかくノンタイトルマッチですから両方思いっきりいってくれると思います。ただ天竜が流行五番勝負やってきましたけど、ホーガンはこのところちょっとタイトルから縁はないんですけど、はい、11月にフレアに3連勝しますし体調はいいと思うんですね。ですからもう今日は2人絶好調のぶつかり合い期待したいですね。新平さん、はい、3.30 のですねレッスルフェスティン東京ドームも実況いたしました。私ども、はい、3.30 に比べて今日の 12.12 スーパーレッスルイン東京ドームは本当に盛り上がってますね。すごいですね。でこの2人がもうリングに登場した時に私頭の中ボワーっとしちゃいました。いや天竜なのかはたまたハルク・ホーガンなのか、泣いても笑っても91年ドーム最終決戦 SWS WWF 頂上対決、まずはグランドの攻防。天竜はホーガンをここに引っ張り出すために10月15日に渡米して、はい、WWF の仕事を4回も会談して強引に押し切ってるでしょ、はい、社長としての自覚、エースとしての自覚がそうさせたと思うんですよね。もうこの一戦に天竜はかけてます。先ほど菊池さんがこの両者はまあノンタイトルであるがゆえにお互いがファイトできるという話がありましたね、はいはいはい、天竜はですねタイトルは気にしていない、あとは数々、あとはまあ後の言葉で考えるとベルトがない方が楽なんだというふうに言ってますよね、はい、ホーガンもですねベルトがかかっていれば防衛に走るでしょ、はい、今日はもう防衛も何も考えずにまっすぐ行けると思うんですよね。なるほど、もうそういう意味では新平さん、はい、2人が正面切ってぶつかり合ってくれるということはもう間違いありませんね。すごいですね、もう何も関係なくねお互い戦うのみですね。もうワウワウで見てるねみんなもね絶対天竜コールやってますよ。グランドの攻防、
一瞬の静けさがこの東京ドームに戻ってきつつありますが、しかしまだまだ天竜はハルク・ホーガンは一体この後どういうプロレスを見せてくれるんでしょうか。まあ、天竜はあのパワーボム10連発でもやってると言ってましたけど、はい、あの11月21日からの伊豆大島のキャンプで張っていったぞ、張っていったぞ。昔力道山が使った手下切りチョップを練習してたんですよね、はい、それが今日出るんじゃないかなとは期待してるんですけどね、はい、軽度目でバシッと入ったら効きますよこれは。まあ、吉田天竜はあの5番勝負を仮想、まあ、5番勝負を仮想方眼として自らをチェックし、はいはいはい、まあ、完了したと言われてますが、はいはい、技の面では万字固め、突っ張り、はい、トペ、それからヘッドバット、ドロップキック、DDT、はい、天竜チョップと、はいはい、まあ、天竜の得意技を全て出し切った、はい、いわゆる流行5番勝負でしたよね。はいはい、でとどめはやはりパワーボムですよね、はい、もう5連発でも10連発でもやってると、まあ、あの身長差がありますけど、俺は馬場さんをかけたことがあるんだから大丈夫だと言ってましたけどね。バックを取った、バックを取ってさらにバックの取り合いですが、あっと力で投げていく、ホーガンが天理を力で投げていった。後半バックの取り合い、ヘッドロックか、そのヘッドロックの右腕を外していった、脇を固めて腕を固めていこうという天竜。まあ実はですね、はい、天竜は自らをその禁じ手としていたそのチョップ、まあ、砲丸戦で使うという話もあります、はい、まあ、毛先切りチョップという力道山がよく使っていたというか、はい、力道山譲りのチョップなんですが、はいはい、これは今日見せてくれるんでしょうかね、菊さん。楽しみにしてるんですけどね、二十何年ぶりに見られるかなと思うんですけど、はい、天竜の表情がすごく魅力的でいいですね、うん、なんかこうやってみますと天竜は砲丸に対して余裕すらなんか見せるような表情も一発今映りました ね、 ね、やはり頂上対決もお互いに同格ですよね、はい、さあここに来いという、ここに来いという砲丸に対してちょっと表情を緩めた感がありますが、天竜源一郎がスルスルと寄っていく形、組み合っていった、バックの取り合いからこの辺がうまいぞ、この辺りがハルク・ホーガンうまいぞ。まあ、菊さん、はい、個人的なスケジュールをそのプロレスに持ち込むのはですね、はい、必要ないとは思うんですが、はい、この 12.12、はい、今時計の時間がですねそろそろ10時を指そうとしている、はいはい、ハルク・ホーガンは今日は午後のですね、はい、おそらく夕方の便で成田に到着したばっかり、はいはい、試合開始してから多分ドームに入ってきたと思うんですよ。あのお父さん の、 あの心臓の手術で、あのフロリダ州タンパですか、はい、ですからあのそれに立ち会ってきたわけですから、でもやっぱりそういった時差とか時差ボケとか全然感じさせないですね。もう新平さん本当嬉しいですよね。そうですね、時差ボケを感じさせない熱く燃える天竜で目が覚めたって感じですね、はい、なるほど。まあそのハルク・ホーガンなんですが 11.27 にアンダーティーカーにですね、はい、アンダーティーカーに、まあ、いわゆるベルトを奪取され、また 12.3 に再びホーガンが挑戦し6分59秒エビ固めで、まあ、アンダーティーカーをですね破ったんですが、ところが、まあ、WWF の会長のジャック・タニーがそれを認めないと、はいはいはい、両者のベルトは、ベルトとして認めない、今 WWF の預かりになってますね、はいはい、ヘビー級王者としては認めない、宙に浮いている状況ですよね。でまあ、本来はこの戦いはそのハルク・ホーガンが WWF のヘビーのベルトをかけての一戦だったんですが、はい、いやしかし新平さん見てる方としては菊さんがおっしゃるように別にもうベルトなんかそんなのは度外視して今日は見たいですよね。もうベルト関係ないです、この2人がね1対1で戦ってるのはベルト以上の価値ですよ。これは張っていったぞ、張っていったぞ。ベルトがかかればどうしてもホーガンは逃げの戦術で防衛だけを考えるでしょ、ない方がいいんですよね試合としては、うん。これホーガンと天竜の表情なんですが、はい、非常に厳しいのはハルク・ホーガンの方ですよね、はいはい、必要以上に、まあ、お互いの張り手をお互いがレフェリーにアピールしている。パンチだ、パンチだ、肩口から、そして逆水平パンチの応酬、顔面をかきむしっていくハルク・ホーガン、ナックル気味のパンチを打つ、ロープをスイングして自らスイングして、ラリアットか、あっと足を掴んで倒していった、足を掴んでアキラス腱か。いや、ホーガンの逃げ方も早いですね。早かったな。いや、今の天竜はものすごかったですね。足を掴んですぐに、いや、しかしエプロンサイドからその天竜をかけていったラリアット、しかしそれはエルボーで返していく、もう一回エルボー。もう菊さん、天竜もそれからハルク・ホーガンもすごい動きですよね。
顔を入ってますね。危ないぞ天竜、抑え込みはカウント2で返していった。そして今度はスリーパーか。いや違う、どうやら顎を決めています。天竜の伊豆大島のキャンプで原尾本願に対してアックスボンバー10発も20発も受けてみてるんですよね。はい、本願もそれを知っててからなんかまだアックスボンバー出さないですね。今キックでしょ、うん、今完全に顎入ってましたから ねあれ、うん、むち打ち状態ですよ、うん、私は痛みがよくわかりますでしょうでしょう、うん、もう本当に身近な体験者ですから。ありがとうございます。チンロックからスリーパーフォール、おっと今不敵な笑いを浮かべている。あ苦しそうだ、真っ青になってきてるぞ、紫色になってきてる天竜の顔面だ。スリーパーホールドで顔面が真っ青になってきている天竜。危ない危ない天竜源一郎、日米頂上対決。ナックル気味のパンチだ、ナックルのパンチを額に見舞っている。ニュートラルコーナーに振って、あ早い、いやバシッと落としましたね。ラリアットを見舞っていった。ステップオーバーして、ステップオーバーしてボストンクラブ、まだ重心は落ちていない、まだ重心は落ちていない。しかし苦しそうな表情の天竜、もう完全に両者が乗ってきました。しかし今のところ流れはハルク・ホーガン、ロープエスケープからステップオーバーしていたボストンクラブを外した厳しい表情のハルク・ホーガン。さあ天竜が、これはまあよく柔道で使う前方の受け身の体勢から懐に入っていこうという、そういったアクションを見せた天竜源一郎。ホーガンももうたっぷりと胸元に汗をかいている。ホーガンとそして天竜源一郎、流れはほぼ互角、滴り落ちる汗が滴り落ちるハルク・ホーガン。お互いが目線で、おっと上空ですね、今地獄好き喉元あたりですよね、はいはいはい、あーフライングカット、おあどうした、左の膝をちょっと待ってください、着地で左の膝、着地決めた、危ない危ない危ない、円錐円錐円錐一発、思わず場外にエスケープ、転がり込んでいる、転がり落ちていったのはハルク・ホーガン。そして天竜が椅子を持つ、椅子を持って、あーと左の膝、左の太ももから膝にかけて、菊さん、はい、天竜はホーガンのウィークポイントを左の腰、左の膝と上げてるんですよね。今あのジャンピング2番手やった時に着地でちょっとひねったみたいなんですよね。いやーこれはジャンピング2パットを見当たると天竜がラリアット見合って、もう一回円錐、もう一回円錐、危ないぞ今度はハルク・ホーガンがダウンロープ、ダウンロープでエスケープ、カウント2でロープエスケープハルク・ホーガン。いやー気になるのはハルク・ホーガンの左膝、着地に失敗したという話。その左膝を容赦なく攻めている天竜源一郎。もうこうやって見ますと天竜の事前のコメント通り、ホーガンのウィークポイントにピンポイントを絞ってますよね、はいはいはい、この映像で見ていただくとよくわかると思います。ホーガンのフル傷プラス先ほどのジャンピング2パットの着地失敗という、まあ不運に、おっとおっとサッカーボールキックが、危ないぞショートスパンでキックだ、顔面に対して天竜がもう一回顔面キックを見舞っていく、逆水平から背中にパンチを、さあ天下のパワーパワーボーム、危ないぞホーガン、危ない危ない、かろうじてホーガンが返していった。もう一回サミン組のパンチ、そしてボディスラムに取ったホーガンがちょっと足を引きずりながらギロシティロップ、今度は天竜が危ない、ホーガンかはたまた天竜か、 SWS WWF 頂上対決、スイングしてアッセボンバー、綺麗に入った、一番ゴールだ、危ないバンジキュースか、天竜カウント、カウント2カウント2、
度は左の足を、あ、逆に今度は円錐を見舞っていた。しかし、左の右の膝と左の足をブロックしてロックしている天竜。そしてそれをどうにかスリーパーで、どうにかフェースロックで返していこうという、お互いに関節を。そして一方のホーガンは天竜の顔面を捉えているんですが、東京ドームはホーガンと、そして天竜コール真っ二つ。苦しそうな表情のハルク・ホーガン、無冠のホーガンが果たして爆発できるのか。サッカーボールキック、もう一発ショートスパンで蹴りを見舞っていく。ホーガンが面を食らっている。このパンチは効果的。逆水平一発、もう一発逆水平、ふらついているハルク・ホーガン。スイングしてもう一回チア、どうしたこれは。エルボー落とした。天竜が今度は危ないぞ。エルボー2発、呆然。ギロチンドロップ3発目、とどめの一発になるのか。抑え込みの体勢、カウントは右肩が上がっている。右肩が上がった。レフリーに対して必要以上にアピール。ハルク・ホーガン完全に、菊池さん、今のは右の肩が上がってましたよね。上がってました、上がってました。空落ちですけどね、跳ね起きるまでにいかなかった。珍しいぞ、ホーガンが円錐だ。スイングしてボンバーを見せる。アクスボンバー、アクスボンバー、フラフラの状態。天竜スイングしてもう一回アクスボンバー、危ない。バンジーキュースター、カウント3、カウント3。場内に勝者ハルク・ホーガンが告げられています。菊池さんが今ため息をつかれました、はい、無冠のホーガンが爆発。いや、いかがでしたでしょうか。いい試合でした。本当もうそれだけです。よく言えば勝ってほしかったですけど、まあ、これだけいい試合見せてもらえばもう十分です。新平さん、はい、日米 SWS WWF の頂上対決、まあ、あれだけアクスボンバーを受けた、ね、そして、まあ、エルボーも落とされた。それもすごかったけど、もうロープに飛ばされて天竜が帰ってくるとき、俺てっきり毛先にジョッパで返すかと思ったんだけど、力が残ってなかったな。あ、すごい。お二方、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いします。お元気で。